皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の28日、12時28分、昨日のオリンピックの総括ですが、まず男子バレーボールが、日本時間で16時頃から、日本対ドイツ戦がありまして、まあ、すべて総括すると、ストレートで勝っていれば、まあ、一応まあ、女子柔道の、選手の方に関して48キログラム級の、ちょうどコートチェンジの時にチャンネル変えて、頭の中渡して、一本取って、まあ、勝ててるんですね。で、その後、まあ、男子のことはどうしても頭の中気になる。で、18時からの、女子水泳が頭の中よぎるでしたから、まあ、正解はストレートで勝つだったんですけども、家帰ってきた時に、日本対ドイツ戦のそのバレーボールで、僕はね、近くの丸亀製麺で、定番っていううどんの、弁当を、買って、まあ、うどんなんですが、一応弁当なんです。まあ、持ち帰り用の。で、それは、ある程度試合が進んでから食べる予定で買ってたんですが、それを、まあ、近所の子供たちが、うどんとかこう、ちょっと楽しそうに笑いながら叫んでるんですが、もう、笑ってる時点で絶対それ不正解なんです。絶対その行動って。もうどんな行動でも絶対同じなんです。家の中でプライベートの時間帯に、それかもしくはもうどうしても精神的にもうすごく参ってしまって、何か楽しいことがなかったらもう無理だとなってる時に、家の中で一人で楽しむっていうのがね、それが、楽しい世界へ行くっていう正しい行動なんですよ。で、まあ、男子柔道の、まあ、永山選手に関しては本当に申し訳なかったです。女子のその選手の方が準々決勝の試合の方が先に行うものだって思ったんですね。ただ、まあ、永山選手の、準々決勝の方が先だっていうことが、女子の試合の多分先にしてたような気がするんですよ。だから男子の方が後だって僕思い込んでいまして、で、まあちょっともう男子バレーボールは終わった後なんですよ。で、水泳ももう終わってたと思うんですよ。で、準々決勝だったと思うんですよ、男子柔道の。でそこで、まあ、僕は時間帯しっかり把握できていたり、まあ、情報として、まあ、どうしても柔道って時間帯が一日中いろんな選手が、試合をしてますから、何分くらい終わるってわからないんですよ。早い時1本取る時ってすぐじゃないですか。開始早々すぐ1本取る時もありますし、延長、まあ結構延長戦はあります。延長戦に入って、まあ、判定勝ちとかもありますから、これ時間なかなか読みにくい部分があるんですね。で、まあ、できるだけこれ、テレビ局の方たちになんですけども、先に行われる選手が、あと何番目に何々選手、で、女子の選手があと、何試合目っていうような形での表記がなかったら、やっぱりしくじってしまいます。永山選手の時、一番最悪だったのが、お手洗いに行ってる時だったんですよ。で、敗者復活戦に回って、で、まあ、永山選手が絶対銅メダルだけでも取らせてあげなきゃならないっていうことで、まあ、そこ、全力で、まあ、銅メダル、形的には銅メダルは取れたんですけども、まあ、多分金取れてたと思うんですね。柔道に関しても、まあ、これも試合を行いながら、また、テレビを見てるバージョンの時の、勝ち方っていうのを、思い出して、心の声の、その、込み上げのワードとか、まあ、対応しながら、まあ、勝ってます。まあ女子バタフライ予選に関しては、
平井選手と池江選手が、準決勝に進めまして、まあ、それが男子バレーボールの、フルセットまでもつれ込んでる時の状況だったんですね。だからまあけどそれでも接戦まで、追いつき始めてる時点でまあやっぱり底力はあると見ていいと思います。で、まあ自由形の女子 400m って誰か出られていたのかどうか、それは日本人選手で出られていた方がいたのかどうか、これはちょっと僕の方でも把握できてないんですで、18時42分頃からの男子 100m の平泳ぎ予選の、男子の選手に関しては、まあ、ちょっとコースのところで、途中で多分2番目の人に僕は頭の中を渡してしまってると思うんですよ。ターンが終わった後。ターンが終わった後、上から見た時に、真上から見た時に、どこが、まあ、その選手は7コースだったんですけども、7コースが、まあ、こういう風に見た時に、こっちね、こう、右手に向かって、泳いでる時に、手前から2番目っていうのは分かってたんですけども、ターンとかが終わった後に急に真上から撮影された時に分からなくなったりするんですよ。特に自分の頭の中渡してるから自分の認識能力が低下しますから、あとスコアも多分爆発だと思うんですけども、まあ、それでちょっと2連のコースの人に間違えてちょこちょこ渡してしまってたんですね。だからちょっと実力が発揮できなかったと言っても過言ではない、まあ、状態であったと。まあ、今予選オリンピックの出場基準っていうものがだいぶタイムが厳しいものになってますので、まあ、大体もうみんなそんなに差ないんですよ。でその次が、バスケットボール、これがね、長山選手の敗者復活戦が何時ぐらいなのかっていうことを早く知りたかったのと、頭の中の直感では、今すぐ、まあ、唐揚げ弁当のおかず4個入りだけ、まあ、すぐ近くにあるんですけども、それ買いに行って、家の中にもう食料はもうなかったんですね。もう、まあ、間で、その、うどんのその定番弁当は、まあ、食べてるんですよ。日本人選手は試合をしてないと思われる時間帯に。で、まあ、お米を研いでと、いつでも炊けるようにしておいてと。で、結局その時に直感で、すぐに買いに行ったらよかったんですけど、それによって今度男子バスケットボールの試合開始時間に遅れてしまってるんですよ。で、一番、まあ、ここまでの最速の答えは、男子バレーボールを、ストレートで勝っておく。で、長山選手も、敗者復活戦に回らなくて良いように、準々決勝でも、しっかりと、僕は対応できていれば多分勝ってます。だから、その後、時間が、そこそこありますから、すぐに唐揚げ弁当4個入りを買いに行っておかずだけで、帰ってきて、まあ、それはすぐ食べないんですよ。まあ、とりあえず買いに行くだけでいいですから。で、バスケットボール試合開始の時間帯に間に合ってたはずなんですよ。で、あとはまあ僕がメモしていた表記で NHK から20時から21時の放送と、あとは2チャンネルの方で20時55分から22時の放送。で、その後また、NHK の1チャンネルに戻ってくるような形だったと思うんですが、本当は22時からの放送だったみたいで、まあ、その辺のところでも、結局、いきなり22時こうチャンネルつけた時に、いきなり試合開始ではないだろうっていうところの部分で、まあ、それでちょっとバスケットボールの、スタートの見込みとかも、そこでもう家の中もう
うろうろうろうしたら家出るべきか、敗者復活戦の時間を確認するべきかっていうのをもうチャンネルつけたり消したりつけたり消したりして、でまああのまあその辺のところで、まあその動作が余計だったと、もう直感ですぐ動いたらよかったと。これね、あの河川の撮影とかで、日吉ダムとか、まあ、大野ダムと由良川編ですね、それ見てもらったら分かると思います。その日もあの一日の総括として、こうすれば最速だったっていう、もうその日もね帰ってくるのがね、もうその次の電車一本現場で乗り遅れてたらもう帰ってこれなくなってるんですよ。もう京都の奥の方まで行ってますので、日本海の方まで、まあそういうふうなところで、まあ普段生きてる時もうみんなそうなんですよね、どう行動すれば最速の答えだから、全てがうまく噛み合っていくかっていう。で、かたやバスケットボールが行われながら、男子バスケットボールが行われながら、ハンドボールも行われてたんですよ。一応まあ、あの、それは偶然で、長山選手の試合とかを確認しようとして、パッてこう、チャンネルつけたら、まあ、あの、僕の方で把握できてなかったんですけども、ハンドボールの試合があったと。で、8対8だったんですよ。で、とにかくちょっと今はまあ、バスケ、これ、もう僕の勝手な都合で、勝手な都合というか、まあ僕の設定なのかどうかな、まあよくわからないんですけども、一人で対応してるっていう、ある程度の部分で、同点のまま多分様子見てくれてるんじゃないかと。で、バスケットボールに専念したと。で、点差が一時期、20点近く開いていたのを第3、第2クォーターか第3クォーターで一気に一桁台まで点差詰め寄ったんですよ。でその時のあの状態って 相手がシュート入らなくて、まあこちらもシュート全部が入ってたわけじゃないんですけども、最初の方はあのシュートの成功率も良くて、途中でコツを掴んでいった方なんですよ。最初はあの頭の中の渡す分量ですよ。途中からもだいぶあの渡せるようになって、で、その状態で相手もシュート入らないんですよ。リングとかにあの跳ね返って、で全然相手途中から、以前対戦チームはドイツだったんですけども、ワールドカップのチャンピオンだったと思うんですね。で、そういうチームでもそういう風になると。で、まあ、そこまで追い上げてきたときに、しはならないこと。これ、他の競技とかも、これ全て当てはまります。もう、ワールドベースボールクラシックとかでも、もう、何回も試合が終わってからの反省とか、試合が始まる前とかに、もうあらかじめ言ってたことなんですけども、絶対に試合中、吠えちゃダメなんですよ。吠えた瞬間って動き雑になるですよ。あれね、野球で例えると大谷翔平選手がいるじゃないですか。ホームラン打った後に吠えたりするでしょ。そしたらその次の打席とか空振り三振とかになるんですよ。動きが読みとかが雑になっちゃうんですよ。だからこれも全員当てはまることであって、吠えたりすると、あとそれプラス多分エネルギーの放出もあると思うんですよ。まあついてるついてないとかもあると思うんですけど、それは離れていったりだとか、あとベンチにいる人たちも、これも野球界の者たちにね、もう去年も阪神タイガース優勝するときにもう何回も言ったんですけども、ベンチにいる者を笑っちゃダメって、映るから、それ証拠なんですよ。で、もちろん味方が追い上げてるから、こう本当にこれ追い越すんちゃうかっていう、追い越すんじゃないかっていう空気感あったと思うんですね、日本ベンチの中で。で、まあみんな嬉しいのは分かるんですよ。嬉しいのは分かるんですけども、そこもっと自分の感覚を研ぎ澄ませていくんですよ。もう笑顔でこう拍手してしまった時点で、もう僕も今説明した段階で抜けてるんですよ、力が。こういうことなんです。で、うちに
エネルギーをとどめておくって考えてくれたらいいです。踏ん張るんです。研ぎ澄ますんです。自分で自分で、まあ頭の中はかなり途中から大量に渡せるようになって、まあそういうふうに試合運びができていて、で、かたやハンドボールの方も相手はクロアチアというチームで、まあ金メダルなども、取ったこともある、強豪国であると。で、そこ相手にハーフクォーターの間、確か第2クォーターと第3クォーターがだいぶ時間間だと思うんですね。で、そういう時とかも、ハンドボールの方に頭の中送ってるんですよ。テレビのそのスタジオで喋ってる人たちとかも大真面目な顔で、笑わずに、まあちょっと力んでる部分はあったんですけども、しっかりとした対応にかなり近い状態で、対応できています。で、そこで一番最悪なのはね、ヘラ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 笑う人で、そういう人はね、もうその人の説明も今しただけでも力抜けてるんですよ。で、注意事項としてこれは言っておかなければならないし、まあ今から自分を練り上げたら、まだまだ時間あるんで、まあ今はもうオリンピックに集中する状態で、対応してますので、で、ハンドボールの方もその強豪国相手に1点リードできてたんですよ。で、まあバスケットボールの試合、取り組んでいて、で、もしかしたら途中でもう一度点数差開けられて最終的に20点差ぐらいで終わってしまってるんですけども、もしそこで超えない、笑わない等があったとするのであれば、もしかしたら追いついてたかもしれませんし、そもそも、勝つには試合開始から取り組んでいたら、そこまで点数は開かなかったわけじゃないですか。だから十二分にワールドカップ優勝国相手にも、勝負になるっていうことが、まあ、だからまあ途中で、どういうふうにすれば、どういうふうに、言葉を組み上げていけば、頭の中がたくさん渡せるか、今も多分さっき八村塁選手の声でコンコンっていうノックする音が聞こえてきたんですけども、それなんですよね。良いリバウンドの取り方あります、良いスリーポイントありますだとか、言葉のワードを組み上げてるんですよ。柔道も同じなんですよ、その辺のところ。でそれによって淡井圭介の頭がいきますと、それで頭の中が大量に行く行かないとかも結構ありますし、あとは、言葉を敬語じゃなければダメなんですね。特にスリーポイント打った時にスリーポイントですとだとか、特にフリーの時のスリーポイント入れれやすい時に、ついつい僕も心の中でフリーって思ってしまうんですよ。そこを敬語で最後ですつけなきゃならないんですよ。で、まあ、ですっていう言葉は日本語では敬語なんですが、それによって丁寧さとかで確実性が増すんですよ。で、どうしてもそこチャンスに見えますから、僕もその辺のところ修正しなきゃならないんですけども、フリーでこう打つ時、フリーですっていう言葉のワードが、まあ途中でね、その一番難しいのはね、コンピューターから言われてるのか人間に言われてるのかわからないんですけども、話さないでって言われる言葉とか、死とかいう言葉、それどういうふうにクリアするかって言ったら、世界のルールは法律ですと。で、裁判所では反論をしなかったらそのまま相手の主張のまま裁判は進んでしまいますというような、まあ、大体そういうふうな内容のことを言葉のワードで組み上げて、まず言葉のワードを組み上げれなくなったら、頭の中もほとんど渡せなくなってしまうんですよ。
そしたらもう不利感は否めない。で、まあ、プレー一つ一つの影響とかもありますし、特にゴールした、渡辺雄太選手と八村塁選手が両方とも相手選手のボールをこうシュート、ブロックしてる、まあ、ボールを叩き落とすっていう状況ですね。それがもう綺麗に、ボールに行ってると、で両方とも行ってる状態っていう、ああいう素晴らしいディフェンスの域まで、持ち込めていた時、まあ、ああいう時は頭がたくさん渡せてる状態でもあるんですよ。で、それまあ選手同士をこう連結させたりだとか、みんなでしっかり守りましょうっていうのは、それベンチの人も含まれてるので、だから ベンチの人でね、笑っている人混ざり込まれたら困るんですよ。でそこでみんなね、全員でしっかり守りましょうとか、全員でしっかり攻めましょう、まあ、全員でしっかりオフェンス、全員でしっかりディフェンスっていう、そこなんですよ。で、そこを全員きっちり、守っていただきたいっていうことなんですよ。うん。な、ワールドベースボールクラシックを例に挙げて言うと、去年、試合が終わって完了してから、もう今まで、吠えたりしたかったのを、こう、とどめていって、翔平が最後、もう帽子、ってこう投げたじゃないですか。それまで、こう、ずっと溜めておくんですよ。自分の中に。いろんなもの。で、とにかく、どうするかとか、そういう、何をするかに、こう、頭の中の集中を、ずっと集中を途切れないようにさせておくと。まあ、そういうような状態を作り上げるっていう形です。まあ、2時からフェンシングってテレビ朝日で放送って書いてたんですけども、テレビつけたらびっくりしたのが、バドミントンでした。で、まあ、昼の部で、試合が始まっていて、まあ、そちらの方は、まあ、誰かが対応してくれていたのか、まあ、試合がどうなってたのかわからないですけども、まあ、日本人選手勝ち上がっていまして、もうこの時間帯になって、まあ2時、まあもう30分過ぎぐらいからもう眠たくなってきまして、もう眠たくて、でもうそこすんなりと、その後のサッカーの試合とかもありましたけども、以前寝てる時間帯でも答えずに勝ってましたし、まあ、大体どうなるか分かってるんですよ。まあまあ、睡眠薬服用しながらですけどね、まあ、頭の中、多分寝てる間に取られてる状態で、まあ眠りづらくなってる、まあ、脳がうんぬんあるじゃないですか。まあ、もうそれでいいわというような形で、まあ、バドミントン含めて、もう眠たい時に、寝ました。で、まあ、眠ったのが、結局寝ついたのが、まあ、3時30分までには、夜中の3時30分までには、眠れていたとは思うんですけども、まあ、朝起きたのが、8時過ぎですね、8時半ぐらいですね。で、朝の食料パンなどを買いに買い物へ行って、まあ、体もだいぶ重たかったんですよ。まあ、それは自分の肉体的疲労だけじゃない、誰かの、しんどさとかがこう体の中に入ってきてる状態なんですけども、まあ、買い物行って、いろいろ、冷凍食品とかも買い込んで、買いに行かなくても済むように。で、朝ごはん食べてから、もうその後はあんまりもうメジャーリーグのこととかも気にしないようにして、また眠たくなってきたんで寝ました。で、その時はね、もう睡眠薬なしでも眠れるんですよ。ただ、まあ、厄介なのが車の音バタンだとか、まあ廊下とかでここの住宅の人とかが、話したりとか、車がここに横付けして車の音バタン、まあ、これで、僕の体力の回復っていうものを阻害されてしまったりだとか。だから、まあ、これ、もう、
僕だって人間ですから、集中力のところで睡眠不足かどうかでそれ全然変わってくるんですよ。肉体的に睡眠時間がしっかり入れてるかどうかとかで、まあ、今日トータルで今のところ昼寝付きで6時間ぐらい、まあ、寝れたかなというところで、まあまあ頭の中もしかしたら、まあ、今もちょっとどっかにちょっと行ってるんですけども、まあまあそれによって眠りが浅い深いとかもありますし、まあけど今だいぶまあ回復できて、まあ今日の一日もチャレンジできるなというところで、まあサッカーに関して男子サッカーも1対0という形で、とにかく勝利を収めたということで、まあ寝ながら勝つという方法、まあ基本的には睡眠時間がちょっとっていう状況があるんですけども、まあそれもあとも昼寝である程度は、カバーできているので、まあリカバリーといいますか、まあまだなんとかなってる方じゃないかなと思います。女子 100m のバタフライ準決勝は池江選手は負けたんですけども、平井選手は、決勝へ、進めています。で、女子バタフライの決勝っていつあるんでしょうか。一応ね、こういうふうにノートつけたりとかして、その日の種目、ちょっと全然見えにくいと思うんですけども、ごめんなさいね、まあ、まあ、いろんなことを書き込んだりとかしてるんですけども。まあ、まだ、今日の日程までとかしか書いてないんですよ。で、これも何見て記載してるかって言ったら、テレビの番組欄見て記載してるんですよ。で、もうその方法で進めようっていうことで今回、考えていまして、まあ、一応まあインターネットでいろいろ種目見たとしても、やっぱりこう試合を見てっていう形の方で、対応したかったりだとか、まあまあどうにかこうにか、まああとそうですね、ハンドボール、最後の最後、途中で点数逆転されて、まあその時も頭の中の渡し方だとか、ルールの形としてどうなってるのか、クイズ形式なのか何なのかとか、そういうところが、まあ、手探り状態で進んでいまして、基本的に日本が1点リードの場面から、入って、テレビを見て、本格的参加をしてるんですよね。まあ相手に追い越されて点数1点リードされて、そこでなんとか崩れないで踏ん張って、まあなんとか同点っていう場面が来て、で残り30秒で日本がボールを保持している状態で、ハンドボールで結構こう点取ったら、まあ、相手からも取られたりとかの、まあ、バスケットボールとちょっと似てるところがあって、その点数の取り合いみたいなところがあったりするんですけども、最後30秒で日本ボールだったんですよ。でそこをシュート決めて、まあ、時間うまく使って相手からの反撃する時間とかがなかったらもう勝てるわけじゃないですか。そこでワンゴール決めれたら。で、結構、ワンゴール決めれる可能性としては、サッカーとかと比べると非常に高いと。で、最後、例えば、まあ、7メートルシュートだとか、まあ、普通のシュートだとか、まあ、もう、一回、まあ、タイムを取って、まあ、ベンチで、まあ、監督は、選手たちと話していて、多分、まあ、僕も、まあ、僕はもう、選手、監督、コーチに、作戦はお任せしますと、いうことをお伝えしていて、で、もう、どっちがいいと、どちらがいいと、選手に、監督は聞いていて、で、
しっかりファールとかにならないで、シュートできたりしてるんですけども、残念ながら外れていたりだとか、それともう一度シュートをするチャンスとかもあって投げたんですけども、ゴールに入らずだったんですが、あれ何かっていうと、あれ多分最後僕のミスだと思うんですよ。クイズ形式みたいなところというか、僕が、まあ、何を失敗したかうんぬんかのところだとは思うんですが、僕あのタイムを見た時、その残り30秒って聞いた時に、それで試合終了だって いうことじゃなくて前半終了かなって思ったんですよ。だから僕ハンドボールっていう種目をテレビであんまり見たことがなくて、その辺のどこのルールとか固まってなかったんです。でもしそれがここはもうどうしても絶対点取りに行くっていうような形で、これだっていうのをしっかりと持っていて、もうこここれもこの30秒間もうここ勝負、これで試合が決まるっていうので、もうそこはこうだっていうところを、まあもちろん点は気持ち的にはそういう気持ちで点取りに行ってるんですよ。ここは絶対点取りに行くって。だけども頭の中でその最初思ったのが、その試合終了じゃなくてここ前半終了なのかとか、そういうふうなちょっとしたミスで、それで多分シュートが入ってなかったんだと思います。だからまあその辺に関しては、まあ、出場されていた選手の皆さんにはまあ大変、まあ、申し訳ないことをしてしまったなと、だからまあまあテレビ見ないままで頭の中を渡す状態、それもねなかなか難しいんですよ。例えばパソコン触ってる時とかでしたら、試合のことを気にしながらじゃなくてパソコンのことを気にしながら次々こう動作を、していかなきゃならなかったりだとか、動作が遅れたりしたら体がこうちょっと力抜けたりとかするか分かるんですよ。で、だからね、まあ僕としてはせっかくテレビで放送していますから、テレビ見ながらで、しかも1点リードしましたから、まあ流れがあるなと、日本に勝利がこう流れてくる流れがあるなという感覚だったんですよ。今ちょっとまたそれで力抜けてるんですけども、もうそれ昨日の結果出ていて、結局日本負けてますから、まあこれで取り戻します。まあまあ昨日のそのハンドボールの一瞬逃したところも、もったいなかったですし、それはもう男子バレーボールもそうですし、男子バスケットボールもそうなんですよ。点数的には20点差なんですけど、もし試合開始から、対応していたらだとか、特に選手の名前とかもそうですね。渡辺雄太選手とか、八村塁選手はさすがに、僕も見ただけで、あ、八村塁選手だと、渡辺雄太選手だと名前覚えれてるわけじゃないですか。途中で外国人、まあ日本国籍の方だと思うんですけども、まあ金髪の髪の毛短い方いらっしゃるじゃないですか。その人の名前を覚えれてから、まあ あとはまあその人にリバウンドっていうことを多分もしかしたら伝わってるんじゃないですか。ゴールした相手の陣のそのゴールしたリバウンドもすごく強くなったじゃないですか。すごい囲まれ、相手選手に複数囲まれていてもしっかりキャッチしてそのままゴールしたりとかしていたと思うんですけども、なあ選手の、もうその選手の名前今もまた忘れてしまったんですけど、これはもうこれだけね、スポーツの競技の数があって全員が全員名前覚えれるかっていったら、これはなかなか難しくて、まあ試合中に覚えて対応で、だからまあ もちろんその人の稼働とかあってリバウンド率はすごい日本良かったじゃないですか。まあディフェンスもオフェンスに関してもリバウンドだと思うんですよ。
その、まあ、神がかり的な力が効いてる云々とか、まあ、あの選手の動きが良くなってる云々とかで、まあ、相手シュート しづらい状態で打ってるから、まあ、リングに跳ね返ったりだとか、 ある程度打っててもリングに、当たって入らなかったりとかあるわけじゃないですか。でとにかく神がかり的な力が効いてる時ってリングに当たった時自然と日本人選手の方にボールが跳ね返ってきてたでしょ。 ああいうふうなことがありますから、とにかくリバウンドが大事だと。で特にオフェンスの時のリバウンドの重要性ですね。だからその試合でそういった部分が確立できたりで、途中で、またその辺のところが、うまく機能しなかったりのところを、まあこれが多分バスケ、もしかしたらバスケットボールの知識かもしれないんですね。その選手のフォーメーション動き方とかある程度のところはまあ、斜め上から見てますから、全体的に見れてますから、まあ、ある程度は誰がフリーだとか、まあ、それはあるわけであって、で僕がスリーポイントを考えた時に相手選手も聞こえてるんじゃないですか。こうスリーポイントをこれ打ってくるなというような形でこうブロックに動いてきたり、まあ、する様子が見て、スリーポイントを考えた瞬間それを止めに来るから中に入ってだとか、まあ、そういうふうに頭の中でこう組み替えて、まあ、それでちゃんとうまく中入れていってるんですね。で、まあ、あとはまあ、相手選手がまあディフェンダー何人いるかとか、まあ無理な体勢で打てば打つほどシュートって、まあ、入りづらい部分はあると思うんですけども、まあ、楽な体勢で打ったら、まあ、いくらなんでもそれはっていうのもありますから、まあやっぱりこう相手選手もゴール下全く人がいないっていうことはまずなかなかないですから、まあ特殊な場面じゃない限り、そういうふうな形で、リバウンドがしっかりと対応できたら、まあ十二分に他の試合も、勝てるんじゃないかと。まあもちろん良いスリーポイントだとか、まあ良いダンクとか良いレイアップだとか、まあ良いレイアップとかは言葉組み上げれてなかったんですよ。だからその辺ですね、今ねメモしようかなって思ったら、まあ抜いとこわっていう声で八村選手の声だったんですけども、まあそれでまあ何かが取られたような感覚があるんですけども、まあその機能は正しいことは正しいんでしょうけども、それが一時的なもので試合の途中からこう通用しなくなってくる部分はあるじゃないですか。だからまあそういうふうなところで、まあ結局は、僕がしっかりしておいて、その言葉のワードを、良い レイアップあります、良いダンクシュートあります、硬いディフェンスがあります、良いリバウンドの取り方、がありますだとか、まあ、いろんなものをしっかりと言葉の窓を組み上げておいて、で言葉のワードを試合中に組み上げた通りのまま試合を進めますだとか、その辺のところ第1クォーターと第2クォーターの間で1回ベンチに下がった時にもう一度言葉の組み上げが必要なのかどうかとか、そういった部分あるんですよ。まあそういうようなところはすごく、まあ、根気がいるんですけども、もう野球なんかもう一球一球ですよ、言葉のワードの組み上げ。だからそういうのと、あとその言葉のワードの組み上げが時間的に間に合わないときはどう対処するのかっていう、その次の方法とかも探し、なんせね、頭の中をたくさん送りたいんですよ。それなんですよ、本当に。頭の中たくさん遅れていたら、それだけ選手の能力はプラスアルファされますから、いろんな部分で、変わっていくんです。で、だからまあ全体的な総括で言いますと、まあ、昨日も、もう眠たくなった時点で、もう眠るという方向でいいと思うんです。バドミントンも、
日本人選手勝ってますし、まあ、サッカーも1ゼロではありますけども、しっかりと勝ててると。まあ、眠たくなったら寝るの方がいいでしょうね。続行していたら、もう多分もう今日完全にダメになってたと思います。睡眠時間的に。で、これもともとなぜそこまで最初頑張ろうという考え方になっていたかっていうと、晴山整骨院が日曜日休みだから基本的には車が来ないはずなんですけども、今日も朝から車来てたりしてたんですけども、あれはあれでね、来られた、いつもどうなるかって言ったら、はっきり言ってね、エネルギーの残存量問題があるから、それ間違えた行動してるんですよ。一時車で来てますから。もうその時点はダメですし、その人が出来上がってる状態で強い人の状態であったらいいんですけども、もう全然強くもなんともないじゃないですか。で特に外から、もう笑いながら話しかけてきてる集団なんかは最弱じゃないですか。本当に。そんな人間と繋がられたら音声で聞こえるから絶対繋がるんですよ、それ。いちいち対処しなきゃなんないから、試合に対処しなきゃなのに、そいつらにまず対処して、それから試合に対処しなきゃならなくなってくるから、余計大変になってくるんですよ。だからこれ、東京オリンピックの時にも言いましたけども、これはオリンピックの時だけじゃないんですよ。もう、国内サッカーだろうと、なんだろうと、全部そうなんですよ。で、じゃあこれ、どういう風になるかって言ったら、なぜ巨人が位置にいられるかって言ったら、もうみんな、皆さん分かってきたでしょ。だからまあ、形的に、エシュロンとかを使ったとしても、大抵はけど兵庫県民でしょ。そしたらね、兵庫県民が悪いことしてるじゃないっていう形になってしまうわけじゃないですか。だからこれが世界戦だと日本人が日本人に対して悪いことしてるわけじゃないですかって、まあ僕は被害者側っていう形になるんですけども、だからそういうふうなところがね、この辺りの近所の人間もうどうせすぐ頭からそういうことを忘れてしまうんだと思いますよ。そこはそれがしっかりした人かどうかと誠実さがあるかどうかなんですよ。人にそこまで迷惑かけちゃダメだとかそういう自覚はない。それよりも自分たちが笑って楽しむ方を選んでしまっている。人間が笑ってる時ってどういう時かっていうと、相手が嫌な思いを知る時に笑ってしまうんですよ。それもあると思いますよ。そのスポーツの、試合中に笑っちゃダメって言ったら、言うのが。侮辱行為とかいろいろ、そこまで細かく本当に裁判所で裁かれるかって言ったら、それはまずないんですけども、スポーツの試合にね、自分たちのチームがリードしていて、追い上げてきた、流れが来た、嬉しい、それは自然と、ある意味、自然と表情には出るものではあるんですけども、それをぐっとこらえて、自分の中に留めて、で、エネルギーに、エネルギーを保持しておく。抜けないようにする。そういうことですね。今でもまだ外で声聞こえるんですけども、家の中で喋ったらいいでしょう。これもう、僕は小学生の頃からもみんな学校でも習ってるはずなんですよ。家の中で話しなさいって、外でたむろしちゃダメですよって、これ中学生の時でも義務教育の時。みんなそれしたらどうなるかって言ったら、その人の家、自分の部屋持ってる学生さんだったら自分の部屋を掃除するでしょ。友達とかが来るから。それで良かったんですよ。ということです。今日は、16時30分から、柔道などですね。とは謎なのが、今謎なのが、女子 100m バタフライの決勝はいつなのかっていうことをですね、今、バカっていう声が電波で聞こえてきたんですけど、昨日もしかして決勝とかしました？とりあえず決勝まで平井選手が進めたと。予選のタイムは全体で2位で、
隣で、泳いでた人は世界記録保持者の方だったと思うんですよ。でその人の前行ってるんですよ。勝負事ですから、その何せ勝たなきゃならないですから、その人の前行けてる時点で金メダル取る可能性非常に高いんですよ。同じような状況がもうほとんどみんな横一線に並んでますから、みんな手抜いたりとか、予選突破ある程度のタイムでできたらいいやの状況じゃなくなってるんですよ。そこで前に出れてますから、ちょっとね、僕もインターネットとかで日程とか、ちょっといろいろこの後調べてみます。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。そういうふうなところ、考慮して、吠えない、笑わない。皆さんで、しっかり対応しましょう。以上です。